こんにちは、かくすけです。アンダーテールやっていきましょう。前回ね、カタツムリのサンダースレイズにね、熱中して終わりましたね。今回は、あれ？ナメクジもいたっけ、ここ。札束を数えているようだ。え？ナメクジが？君は？新しい家をずっと探していたんだ。君はカタツムリに見えないんだけど、変なおしゃれさんですね。つむつむ。君の苗に果てしない旅路が続く。つむつむ、遥か地平線の彼方まで。つむつむ、サムバヤールはそう、詩を紡いでおる。カタツムリだ。なぜだかわからないが、どんな味なのか考えずにはいられない。エスカルゴ、どんな味って言えばいいかな。サザエとかに近いかな。いや、楽しかったよ、ありがとうね。勤務中だけど、はーい。じゃあ先に行ってみようかな。せっかく買ったからセーブしていこう。あっちのカモちゃんの方にも行ってみたいけどね。お、チェストがあるな。これいらないな。古いチュチュもグローブも、これが気になるんだよな。犬の抜け殻。お店か。いらっしゃい。いいガラクタを売っとるぞい。話します。あなた、なんていうの？わしは長いことここにおる。もうずいぶんな。長生きはいいぞ。歴史を学ぶには、歴史の一部になるのが一番じゃ。わはは。ちょっといいこと言ったかも。紋章について。これが何か知らんとな。最近の学校は子供に何を教えとるんだか。わはは。あれはな、デルタルーンと言うてな、王国の紋章なのだよ。そう、王国。モンスターのな。わはは、いい名前じゃとは思わんかね。これはいつも言うとることじゃが、モフーサ王とは何回、古い中でな、あやつは名付けのセンスがまるでないのじゃよ。ニュー。あの紋章は歴史が書き起こされるよりもずっと前からあったものじゃ。時を経て本来の由来は失われてしまったがの、下の三角の模様がモンスターを象徴しておる。そしてその上の羽の生えた円がそれ以外の何かじゃな。ほとんどのやつらはこれを天使と呼んでおるぞ。予言から取ったのじゃろう。予言って何？ああそうよ、予言じゃ。伝説によれば地上を見た天使が降りてきて人々に解放をもたらすとされておるのじゃよ。へえ。最近は先行きの悪さにおじけた連中がこの羽のついた縁を死の天使などと呼んでおる。破滅の前兆、下界から解放される日が来るとな。わしにとっちゃこのちまっこい丸いはなかなかかっこいいと思うんだがな。わはは。あ、紋章、今頃気づいた。この人の左に黒い紋章が表示されてますね。じゃあ王様について教えて。モフーサ王か。あいつはフレンドリーないいやつじゃ。ずっと歩いていけばいつか会えるじゃろう。あやつはおしゃべりが大好きなんじゃ。あん、なんでドリーマーをモフーサ王と呼んでるかって思った。それはな、深い事情があるんじゃ。思い出せんわい。ウサギとカメかな。もしお前さんが戻ってきたら、その頃には思い出しとるかもしれんな。また帰ってこよう。アンダイン、気になる。ああ、ここらのご当地ヒーローじゃな。強い信念と決意を無念に、たった一人で王国騎士団のトップに上り詰めたんじゃ。ちょうどわしに、お前さんみたいな人間を見ていないか尋ねていったところじゃよ。気をつけなされ、若者よ。買い物したら、宿って、かばってやってもいいぞい。わはは。なんかね、一部の人しか人間を倒そうとはしてないよね。ガラクタクラブアップル。あ、カニにそっくり。あ、美味しそうだね。海茶、戦闘中スピードが上がるぞ。スピードはそんな必要ないかな。35ゴールド。曇ったメガネ、無
敵時間が上昇するぞ。もうディフェンスは下がっちゃうか。破れたノート。アタック必要ないんだよな。こっち買って装備しとくか。ありがとうね。はい、お邪魔しました。よし、ということで破れたノートを判読しづかたい殴り書きがされている。うん、ちょっとはみ出てたけど、これ装備します。で、バレーシューズを返す。どっちに行こうかな。こっち？お、あの子来るんじゃない？来ないか。怪しいなぁ。パピルス、ここ知らない？リバーパーソンは今日はそこにいるのか？リバーパーソンか。今日はここにはいないのか。いろんなところ移動してるんでしょうね、リバーパーソンっていう人は。傷つき倒され怯え切った我々は生き残るために人間に降伏した。7人の大魔法使いが魔法の力で我々を地下世界へ封印した。誰でも結界の中へ入ってこれるが、出られるのは強いソウルを持つ者だけだ。お、いっぱいいるじゃん。一つだけ封印の魔法を解く方法がある。7人の人間のソウルに匹敵する強大な力で攻撃すれば結界は破れるだろう。へえ。しかし呪われたこの地には入り口も出口もない。そもそも人間がやってくる術がないのだ。我々は永遠に地下世界に囚われるのだろう。そっか、みんな外に出たいんだね。そっか。おお、なんか気になる。あ、こうやって道を出していくんだね。お、あえて光を消して、あ、そっちには進めないか。お、敵が出てきた。かわいい。スペシャルな敵のテミーがあなたを倒しに来た。え、倒しに来た。怖いな。餌やる。テミーフレークしか欲しくないようだ。いや、お腹すいたし。なんだ、なんだ君。え、どんな動き。あなたにギュッと抱きつこうとしている。かわいいじゃん。調べる。即テミ不能。かわいい人間を撫でるのが大好き。だがあなたはやアレルギーがある。あう、いきなり。あ、これは、え、なになに、痛い。いやー、怖い。長い髪をいじっている。てか攻撃力すごいんだけど。宇宙食食べてみよう。なんか全回復か。わわわわわ、かわいい。ありがとう。こっち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 、オッケー。へへへ、伸びきらなかったな。ギュッと抱きつこうとしている。話す。こんにちは、と挨拶した。ほい、ティミーさんだよ。う、はい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 。他の攻撃方法を忘れてしまったようだ。あ、で、これで見逃せるんだ。なんだったんだ、ゼロゴールドだし。おや、おやおや、あそこ消えちゃってて、そこどうやったら行ける？あ、上から行かなきゃいけなかったのか。あ、上の道もさっき下ので開いたもんね。 OK。 で、こっち。ふん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 。ほう、またあるぞ。ろうそくや魔法がなくとも家に導けるようモンスターたちは移動にクリスタルを使っていた。あ、あ、クリスタルもう消えちゃったよ。入り直した方がいいかな。 OK、 急げ急げ。こっちダメだ。こう行ってこう行って、
こうかな。あれ、右側のモルドスマルすごい静かにしてるよ。片方逃がすか。てんてんてん、静止している。え、ナンパしたらお尻フリフリするんじゃない。突然、うおー、あ、うわー、ちょっと、うわ、なんだなんだ、発情期か、モルドスマル。あいだ、あ、控えめに旋回している。どういう、抱きつく、モルドスマルに抱きついた。全身ヌメヌメのテカテカだ。あなたのスピードが下がった。ぐおー、うわー、激しいぞ。逃げろ逃げろ、あいだー、やばい、きつい。距離を取りたがっている。あ、距離取りたいんだ。ちょっと待って、ナイスクリーム、ヌメヌメ。おっと、あ、痛い、方角間違った。サンボみたい。抱きつかない。うん、あなたの常識的な振る舞いに敬意を示しているようだ。ありがとう、よかった。なんだなんだ、君は、ほっほっ、おし、あなたがいることを心よく思っている。あー、よかった。モルドバーグ、うん、はい、性別が違う感じなのかな、わかんないけど、道がわかんないよ。ここより先は無理でしょ。下？あれ、戻っちゃいそう。これ一番下。あ、違う、そんなことない。これ以上は下に行けない。こっち側行って、あ、うー、でも行けそう。おや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 、君たちか。まず君をなんとかする。うん、クリーンでクリーンに。あ、難しい。よし、取れた。よし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 、とりあえず一匹逃がすでしょ。教育、趣味、才能。やばい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 、もうもう、いや、やっぱレベル1つらいわ。はあ、ナイスクリーム。水着なんて必要ない。よしよし、あ、食らった、食らい、あ、やばい。弾幕の汗をかいている。力こぶだ。うん、攻撃力上がったら困るんだよな、あんまり。おおお、よし、いいぞ、次の力こぶ行くぞ。わわー、この攻撃だった。違うよ、それが方針じゃない。あ、よかった。ふう、うん、はい、打てた、よかった。うん、お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 や、あれ違った、こっち。あ、あ、触ればまた光るのかな、あれ。あっちから行くのか、上の方から。うん、オッケーオッケーオッケー。うん、あれ、あ、こっちだこっち。ふう、大変だったぞ大変だったぞ。あ、暗くなってくよ、どんどん。あ、寂しい。お、うん、前の後ろだ。はあ、大変。七つの人間の魂、七つの人間の魂によって我らが王アズゴア、ドリームア、え、ドリームアってアズゴアだったんだ。王は神となる。その力を持ってアズゴア王はついには結界を破る。そして地上を人類から奪い返すだろう。我々が耐え忍んできた痛みや苦しみを奴らに返してやるのだ。わかるか、人間。これはお前にできる唯一の償いなのだ。
ソウルを渡せ、さもなくばその身から引きずり出してやる。あ、アンダイン、オイラが助太刀だ。お、やったじゃん、アンダインの真ん中だぜ。戦いを見られる特等席だ。あれ、戦いの相手って誰？あ、よかった。ちょっと母ちゃんたちには内緒にしてね。あー、アンダイン悪い人じゃないよな。きっと王様のために動いてるよな。母ちゃんたちには内緒にしてね。そっかそっか、ここに自分が隠れるのかと思ったらあの子がいたのか。あー、よかった。アンダインどこ行った？うん、もう大丈夫かな。上の方に行こう。お、いっぱいあるよ。過ぎ去った日の会話が聞こえる。僕の願い事を聞いても笑わないって約束してくれる？過ぎ去った日の会話が聞こえる。もちろん笑わないって。いつか僕らを閉じ込めている山を登るんだ。いつか空の下に立って世界中を見て、それが僕の願い事。そっか、自分が落ちてきた穴、あの穴を登ればみんな行けるんじゃない？うん。もう笑わないって言ったじゃないか。いい夢だと思うよ。過ぎ去った日の会話が聞こえる。ごめんね、なんだかおかしくて。僕の願い事も同じだから。あ、へえ、イチャイチャじゃなかった。しかしこんな予言がある。天使、地上を見た天使が舞い戻るとき、地下世界には誰もいなくなるだろう。あー、そうだね、みんな上に登っちゃうよね。よっ、ありがとうね。さっきはでも人間ってバレちゃったかな。よっ、本当はここにいちゃいけないって分かってるけど、でもどうしてもお前に聞きたいことがあるんだ。こんなことを誰かに聞くのは初めてなんだけど、お前は人間なんだろう？はは、分かってたさ。うん、今知ったんだけどね。つまりアンダインがオイラに言ったんだ、その、あの人間から離れろって。だから、その、それってさ、オイラたちが敵とかそういうのになるってことだよね。それってなんか嫌じゃん？うん、そうだね。だから何か言ってくれない？お前を嫌いになれることをさ、嫌だよ。ええ、どうしよう。嫌いになれることを？頼むよ。でもどっちやってもね、嫌いになってくれない気がするな。言わない。お、おい、オイラが言えってか？じゃあ言うよ。お前なんか大嫌いだ。ああ、オイラって最低だ。家に帰るね。あ、嘘。助けて、転んじゃった。あ、助ける、助ける。おい、お前、オイラのダチを傷つけるならまずオイラを倒してからだぞ。うわ、やめて。あ、よかった、行っちゃった。ふう、皮一枚ってところで助かったよ。やっぱ敵同士になるのはダメだな。はは、代わりに友達になろうぜ。オイラ一度家に帰るよ。親が心配して病気になってるかも。じゃ、またな。
わうわもうこのゲームもうゆー涙腺緩めてくるな。どっかに家があるのかな、あの半魚人みたいな家、あそこかもしれないな、ダミーが置いてあったとこ。お、ここは、あ、アンダインかな。7つの人間の魂でアズゴア王は神となる。6つ、我々がこれまでに刈り取ったソウルの数、わかるか。貴様の7番目にして最後のソウルによって世界は変革するのだ。しかしまずはここまでたどり着いた者への作法として我らが民の悲劇的な歴史を話さなければな。それは遠い過去に始まり、いや、貴様に何がわかる。お、もう貴様に話すことなどない。時期に尽きる命だからな。うわ、かっこいい。敵だけど、貴様は我々の夢と希望を阻む存在だ。アルフィスの歴史書は私に人間の素晴らしさを教えてくれた。あ、そうなの？巨大なロボットと可憐な女性騎士の記述によって。おお、女性騎士の記述。しかし貴様は何だ？とんだ臆病者じゃないか。また私から逃げるためにあの子の後ろに隠れて、それにお前の弱虫ないい子ぶりっ子を忘れたと思うな。キャー、赤の他人に抱きついて世直しするのってか。もっとみんなのためになるものを教えてやろうか。貴様の死だ。ああそうだ、人間よ、お前が存在し続けること、それこそが罪だ。我々と我々の自由の間に立ちはだかるものは貴様の命ただ一つ。今皆の鼓動が一つになるのを感じる。誰もがずっとこの瞬間を待っていたのだ。だが我らには恐れなどありはしない。皆が心を一つにすれば負けるはずがないからな。さあ人間よ、今この場所で決着をつけようじゃないか。モンスターの決意がどれほどのものなのか見せてやる。準備ができたら前へ進め。ふふふふふ。あ、セーブがある。ありがたい。風がうなっている。あなたは決意で満たされた。よし、何度でもやってやるさ。相手の宇宙食1個だけ。ふぅ、頑張ろう。バビルス行ってくるよ。あ、返事がない。トリエルも行ってくるよ。うん、行くぞ。来たな。もう貴様に逃げ道などないぞ。行くぞ。かっこいいな、アンダイン。え、女性騎士でしょ。構え。え、緑になったぞ自分が。緑って何が起こる？調べる。アタック50、ディフェンス20。決して諦めないヒーロー。いや本当にかっこいい。逃げ回ることはできない。真っ向から立ち向かえないなら貴様は一瞬のうちに敗れることだろう。アンダインはとも思い拳で地面を砕いた。調べる。なかなかやるな。これはどうだ。なんだよ、首を振っている。え、挑戦する。あなたはアンダイに攻撃が簡単すぎると言った。弾幕がより速くなった。長い間我々はハッピーエンドを夢見てきた。あ、そういうこと。うん、なるほど。お寿司の匂いがするなんか魚人っぽいもんね。よし、挑戦するよ。 OK。 あ、お、 OK。 アンダインはヒーローらしく天を刺した。まだいける。攻撃が簡単すぎると言った。弾幕がより速くなった。貴様に奪わせはしない。ほっ、 OK。アンダインは威嚇するように見下ろしてきている。
ぱり挑戦していくしかないよね、多分。より理不尽になった。がー、準備運動はこれまでだ。あ、しまった。よし、はい。お、避けられる。あ、もしの匂いがする。ちょっと、不調色。あと一回いける。挑戦する。攻撃は簡単すぎると言った。より理不尽になった。へ、しぶとい集め。あ、食らった。やばい、やばい、やばい。よし。苛立ちながら槍を振っている。住職、たとえ貴様が私を打ち倒せたとしても。あ、しまった。あ、食らった。まずい、まずい。うん、緑になった。アクション、挑戦する。うん、彼女は無視した。まずはおの元通り抜けられるわけがない。オッケー、やばい。どうしよう。じゃあ挑戦。どうしよう、見逃す。殺すことこそ私の情けなのだ。うわっす、失敗。回復アイテム欲しいな。希望を捨てるな。かく決意を抱き続けるんだ。違うな、これは王様じゃないか。ああ、ちょっと待って、一旦動画切りますね。